山形市の阿豆で開催されている西陣博覧会、入ってすぐには琳派の巨匠緒方光琳の作品を織で表したものが鎮座しています。いやいや素晴らしい迫力、圧巻です。そして隣に行きますと建仁寺でも有名な風神雷神俵屋宗達を織で表現した貴重が書いてありました。いやー素晴らしい。こちらは織の現場を垣間見ることができる材料が並べてあります。織というだけあって先に糸を染めてそれを織っていきます。織るときに使うのはこの日シャトルとも呼びます。帯の裏地を見ることはありませんが、こんな風に裏側の糸ってこんなことになってますね。はい、こちらは帯の設計図。なんとなんと寄ってから引いてみると、お、先ほどの緒方光琳のリボンですね。まずは設計図がありきでこんな風に帯が織られていきます。そして個人的に素晴らしいなというデモンストレーションだったのがこちら。なんとなんと織糸の中にブラックライトに反応する糸を使って織り上げられた織物を屏風にした作品がこちらに並んでおります。手前からブラックライトで光を当てるんですが、いやいやこれは非常に圧巻でした。業界の人間でもなかなかこういう作品を見ることがなく、とても興味深く拝見しました。寄ってみると織物なことがわかります。これをおそらく何も知らずに見せられたら帯と織物と思う方は少ないんじゃないでしょうか。通常の帯の幅のちょうど倍くらいのサイズが屏風の一面になります。それを4枚組み合わせて一つの屏風になっている。いやいやこれは間違いなく一見の価値ありです。こちらに進みますと、なんとなんと織物を額装したもの、または織物を表具して掛け軸にしたものが並んでありました。すごい素晴らしい作品たちですね。この作品たちは6月の19日まで山形にあるようです。ぜひ皆さん時間を作って見に行ってみてください。名物専務から西陣博覧会のレポートをお伝えしました。